さんこんにちは、森有です。今日は東宝シネマさんに来てます。で、今上映前のスタートレックを見に来ました、はい、ということでスタートレックビヨンドを見に来ました。で、まだ上映が10月21日からなんですけれども、私はとりあえず試写ということで見させていただきます。すごい、私ね、言っていいですか、クリス・パイン大好きなんです。もう映画館貸し切りみたいになってる。やばい、ここだけで高まるね。ちょっとね、映画中は撮っちゃいけないので、カメラ泥棒みたいな、映画泥棒みたいなやつに怒られるので撮らないで、ちょっとその後に、見た後に感想ネタバレしない程度に見たいと思います。はい、ということでスタートレックビヨンドを見させていただきました。先日プレミア試写会も行われまして、でそっちはですね、私ちょっとお伺いできなかったんですけれども、試写会の方お邪魔させていただいて、こちらいただいてきました。もう私ね、もう何よりもクリス・パインが大好きで、もう昔から本当に大好きで、でクリス・パイン演じるカーク・キャプテンの活躍もそうなんですけれども、みんなの、その仲間との団結力だったりとかですね、スタートレック本来のもうみんなのこの団結力と、あとはこう仲間を思いやる気持ちっていうのが改めて本当に他のシリーズではこうまた発見できなかった、いろんな、どこまで言っていいんだろうな、これ、いろんなストーリー展開が繰り広げられている作品だなと思いました。ちょっとね、どこからどこまで言っていいかが本当にわからないのであれなんですけれども、本当にスタートレックビヨンドめちゃめちゃいい作品になってましたので、ぜひ映画館へ足を運んでみてください。でちょっとこれ中身をね、このぜひ見ていただきたいなと思っても、このクリスがめちゃめちゃかっこいいんですよ。本当にもうやばかったですね。で今回もスポックさん活躍いたしますしですね、なんかいろんなこうキャラクターが本当に出てきます。はい、いやめちゃかっこいい、めちゃかっこいいです。はい、でこのスポックとやっぱりカークキャプテンの友情だったりね、信頼関係、本当に私いつもスタートレック見るときはですね、なんだろう、仲間の本当に大事さっていうのが分かるストーリーとか作品、分かる作品だなと思っていて、映画化してもですね、やっぱりまた違った目線で見ることができて、で今回 IMAX で3D メガネをかけて見ることができるので、ドーンと迫力のある映像をお楽しみいただけるかなと思います。それでは予告編も一緒に流したいと思います。どうぞ。 We were overwhelmed by something. This is my family. This is more than a rescue mission. Do it! Star Trek Beyond. はい、ということでいかがでしたでしょうか。もっときっと見たくなったんじゃないかなと思います。もうすでに見た方もいらっしゃると思います。今日見た方、ちょっとぜひ感想いただけたらなと思います。で見てない方は今すぐ映画館へ行ってください。本当に本当に見なければわからないことがたくさんあります。今回もアクションすごいです。アクションだったりセットだったりですね、あとはもう本当にストーリーが凝っているので、そういう楽しみ方もできるし、 IMAX でこうドーンって 3D で見ていただけたらより一層体感できるかなと思います。ということでスタートレックビヨンドのご紹介でした。ぜひ映画館へ行ってみてください。森崎アリスでした。バイバーイ。ツイッター、インスタグラム、バイオの ID は横に書いてあります。ぜひチェックしてみてください。ということで次の動画も楽しみに。チャオ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。